うん、もうちょいこっちかな。さあ、こんにちは。女子力がね、いい感じでね。キラキラと。さあ、皆さん、落ち着いて、ご案内いただければ。よろしくお願いします。お願いします。はい、ラッキーハッピー、開運ガイドのゆりなの時間です。風水とは、自分にとってプラスのパワーを感じる力を高めるような方位、間取り、過ごし方って何？どうしたらいいの？という質問に答える環境学です。このコーナーを聞いているうちにあなたも強運体質になっているかも。なりたいですね。もう徐々に徐々にね、なってきてます。オーラがさあ今日は、はい、今日はだいぶ、はい、進みましたね。はい、前回はやっとリビング出てお手洗いに行きましたね。行きましたね。お手洗いの反響大きかったですよね。かなりお掃除を、ね、はい、聞いてお掃除しましたという声をたくさんいただきました、うんうん、いただきましたね。はい、前回お手洗いですっきりしたところで今日はさらにすっきりしたいと思います。どこでしょう。はい、静香ちゃんが大好きなところです。そう、お風呂。お風呂。はい、お風呂です。答えるのが男子男子っていう。伸びたばっかり。伸びたりすごい。伸びたりすごいですね。さて、お風呂に入る前に早速、うん、風水チェック。バスマットありますか。あります。あ、さすがです。お水はですね、陰の気を発するので、足元が濡れたままだと、入浴による開運効果が半減してしまうんですね。そうなんだ。そうなんです。で、バスルームの出口や洗面所ですね、には自然素材のバスマットを敷いて、必ず足元の水気を拭き取るようにしていただくと開運です。大事なんだ。あれかなり大事です。そう、はい、グラウディングといって、足の裏から大地の気を吸い上げたりするので、足元の水気とか、あと足の裏の角質、ああいうものとかもすっきり。そうなの。そうなんです。それ割と知らないよね。結構皆さんご存知ないんですけど、その足の裏からより良い気を吸い上げるために、やはり足元の水気と、あと足裏の角質とか足の爪とか、そういうものが、はい、綺麗にしていただけるとより開運ですね。ではお風呂の中に入っていきます。今日トントンといきますね。はい、今日トントンいきますよ、はい、もう、はい、バスルームに置くアイテム、何色が多いでしょうか。白。あ、さすがです。なんとなく選ぶものが白っぽいわ。さすがです、さすがです、お風呂は気を、悪い気を落として浄化するところなので、浄化の色、白。そう、おすすめです。自然にやってた、よかった。やっぱり自然にそういう、いいこと、あったことをしている方は、やはり見ていて運気が良かったりするんですね。白ではなんか黒いアイテムを置いていらっしゃる方いますか、お風呂場。あ、いない。あ、よかったです。黒いアイテムは要注意で、黒い色って生きているものとまた反対の意味を持っているので、ちょっと陰の気を呼び寄せて浴室に充満させてしまうので、清潔感のある白やナチュラルカラーがおすすめです。できればプラスチック製のものではない方がいいですね。そう、はい、プラスチックはヒノキを持っているの で、お風呂場の水とちょっと相性が、あ、そうなんです、そうなんです。で、お風呂場のアイテムは水垢などがつかないようにきれいに保っていただくといいですね。ドキッ、頑張る。ドキドキ早速やる人がここで増えるんだね。そうなんですよね。お風呂掃除しましたってまた言われるんですよ。はい、で、浴室は特に換気が大切な場所でもあるんですけれども、
バスルームは本来さっきもおっしゃいま言いましたけど、邪気を洗い流す場所なので、うん、そこが水滴や湿気で充満していると逆に邪気を吸収することになってしまいます。はい、そういう意味でも、まあ、バスタブに1日使って、薬を洗い流したらそのお湯はためないで、うん、毎回流したりして、うん、お風呂場をカラッときれいに保っていただくことをおすすめいたします。そう、質問ちょっといいですか。はい、湯煎のね、こう素材とかでいいとか悪いとかもありますか。はい、あります。なるべくナチュラルな素材を使っていただけるといいですね。たまに温泉地とかで、うん、岩風呂とかに入るのは、うんうんうん、いいんですけれど、うんうん、石でできたお風呂とかたまにあるんですが、石はちょっと強すぎるので、うんうん、あんまりくつろぐお風呂にはちょっと向いていないかなっていう感じですね。といったところで、ちょっと私の本職の風水ネイルのデザインのお話しさせてくださいね。今回は、浄化、デトックスに効果的なデザイン、先ほどもお伝えいたしましたが、白は浄化作用がかなり強い色になりますので、ちょっと最近疲れたなとか、うん、なんか変な人に会っちゃったなとかいう時は、ネイルの色を白とかパールホワイトにしていただくと浄化の作用がありますので、ちょっとやってみてくださいね。というところで今日は、はい、私とゆりなの風水ネイルサロンのホームページは表参道風水ネイルで検索してくださいね。今日も素敵な一日になりますように。